ルオコラハティは、フィンランドの自治体。南カルヤラ県、イマトラ郡に属する。過去には、南ソーミ州に属していた。イマトラ、ラッペイランタ、タイパルサーリ、パリッカラ、ラウトヤルビ、プーマラ、スルカバ、プンカハリューが隣接する自治体である。ロシア連邦北西連邦管区のレニングラード州と国境を接している町でもある。 町の面積は1219.90平方キロメートルだが、そのうち276.4平方キロメートルが水面積である。総面積では、フィンランド国内で94位の面積を持つ自治体である。2013年8月31日現在、の人口は5587人で、フィンランド国内で175位の自治体である。人口密度は、 5.92人、平方キロメートル。しかしながら、夏には、人口は倍増する。これは、ルオコラハティは、秘書地として著名で、秘書用のコテージが3000棟も建設されており、夏季休暇中に、人々が滞在するためである。ルオコラハティは、自然の美しい土地として、特に著名である。町の西には、フィンランド最大の湖、サイマー湖があり、 東には数百の小さな湖が点在している。冬戦争でソビエト赤軍から白い死神と呼ばれ恐れられた伝説のスナイパーシモ兵兵が晩年を過ごした街でもある。 http://www.maanmit.muslaitos.fi スラッシュ sites スラッシュデフォルトスラッシュファイルスラッシュ pint a-a-l-a-t-2011 シュ訓練にメンムカーン。xls 派とアーカイブされたコピー。2013年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年9月15日閲覧。フッポネン、ポーラ、ゼネラルインフォメーション。ディスカバー・ルーカラティ、ルーカラティ、ミューニセパラティオブ・ルーカラティ。2009年2月15日、閲覧。ザ・スナイパー・ログブック、ワールド・ウォー・ツー・ウィキメディア・コモンズには、ルオコラ・ハティに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。